お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、このラバルを使っていこうかなと思うんですけども、いよいよですね、本当にラバルにもスケとコウモリが入ってくる時代がね、来ちゃったなと、まあ、言ったところで今日はね、この方をね、使っていくんですけども、本当ラバル、昔からあるデッキですけども、基本的に陸は縦線だったり、まあサンガゴだったり、まあバルキリーだったり、墓石だったりみたいなね、そういうやっぱ3コスト以上みたいな謎の決まりといいますか、まあそういうものがあったんですけども、スケルトンとコウモリはもう優秀じゃないですか。最近ね、ほとんどのデッキにも入ってきてるんですけど、でもラバルにだけは入ってなかったなと思ってたんですけど、ラバルにもね、来ちゃいましたね。スケコウモリ高回転ラバルっていう新戦術でございますので、何回もねラバルの形を作れると、言ったところで、しかも、まあ、あとは逆サイの攻めですね。それをもうインドとスケとか、まあ、スケだけとか、まあ、コウモリだけみたいな軽く抑えつつの、ラバルがチャーンみたいな感じのことがね、まあ、できると、まあ、言ったところで非常にね、このスケコウモリさ、インドですね。あとこうスケコウモリだけだと火力がやっぱこう衰えてしまう、火力不足になってくるところをインドラで全部カバーするみたいな感じですね。おやべ、なんか竹がおかしくない？アイスウィズに行っちゃったよ。で、ここでやると施設プラスのトルネードでキング起動しようとしてくるのかなと見せつけかけていて、ただのキング起動。そして、インドラを追加することによって、ナイトなのか、トルネないな。あれ？さあ、ほら、相手は遅延スケラなので、このアイスおじいちゃんがどっか行くでしょ。しかもアイスおじいちゃんどっか行ってトルネードもない、まあ、防衛ポイズンをしたいが、さしないとタワーは折れてくんないのかな。だから結構ダメージ受けちゃいましたね。結構ダメージ受けちゃいましたが、まあ、相手は遅延スケラということが分かったので、もうねラバル組むだけ、ラバインと組むだけ勝てるんじゃないかなと思いますね。これちょっと早めにコウモリで溶かしちゃいます。でこれもヤナハメでいいかな。ヤナハメって実は、スケライね、こんな感じで結構優秀っていうね、ところがあります。さあ、そして、ラバインドを組みます。ラバインドを組めば、相手はこのインドに勝てるカードが存在しないんですよね、単体で。なので、まあこういうベビの範囲攻撃とか、アイスイズの範囲攻撃をうまく使って処理してくるっていうやつですね。なので、相手のこの防衛は非常にうまいですね。本当に、非常にうまいですね。さあ、そしてこっからですね、さてはやばいのかなと思う部分もありますが、まあ、言うて170はファイブで落とせますし、なんで残ってんの君、なんで残ってんの君っていう部分はありますが、インドつけて、で、タワーまだ残る。これタワー残るのでかいですね。相手にポイズンを打たせれる。しかも今相手は、あれを使いましたよ。これファイブで飛ぶでしょ。トレネ使った、ファイブで飛ぶ。そして、インドラが残る。いや、これはね、神相性。神相性だからちょっと負けそうな部分がある。え？ちょっと待って。やばい。丁寧にね。こっから後ろからゆっくりね、じっくり行きたいなと思います。さあ、で、本当にインドラに勝てないんですよね、遅延スケラは。範囲攻撃、アイスイズプラスベビを使って、インドを基本的にね、処理してくるんですけども。なので、こんな感じで、しっかりアイスイズとベビーを速攻で殺してあげると、相手はね、きついですね。そう、ヤナアメファイブ、てかファイブだけで終わる。いや、これはね、申し訳ないぐらい神相性だと思うんですけど。さあ、2体目ラバー。でもインドですね。なんかこういう時には、スケコウモリはね、そんな活躍してないんですけども、まあ、高回転に、ね、なってるっていう部分では。まあ、十分活躍してますね。さあ、高回転ラバル。これはね、地獄ですね。この遅延スケラって、ラバルが、まあ別に相性いいわけではない。別に悪い、めっちゃ悪いわけではないんですけど、まあ若干悪いぐらい遅延スケラでラバルは。そう、なんですけども、このインドラかつスケコウモリによって高回転になることによって、さらにね、こう戦いやすくなってますね。もうラバインド作るだけみたいなところがありますね。さあ、てなわけで、次は、どなたか当たりましょうかね。マルチだったら、マルチとやっぱグラチャレで環境が違うので、こう、マルチだと、枯渇クロス26って言った細かい気がね、めちゃくちゃ多いんですよね。そう、まあ、その辺に対しても、ヤナアメが若干刺さりますし、さあ、言ったそばから、枯渇ちゃんと。めったところで、もうラバル組んでヤナアメなんですけど、一つ言いたいのは、相手がインフェだった場合に、
このデッキ、インフィを突破できないんですよ。なので、基本的には、前半に畳みかけるのが大切になってくるんですけど、まあ、言ったら、相手が、あれ、ロケットあるんで、言うて倒んないんですけども、なんか、がっちり形作ってだと、なかなかね、突破できないことがよくあります。まあ、ですが、まあ、今、インフェルノティー咲いたので、まあ、ラバ展開しつつ、これ無視ですね、これは。次のバレルも、まあ、できればスケとかコウモリとかでね、小物で守って、できるだけ攻めにね、こう、コーストを使っていきたいんですけども。これスケドラセパで、ええ感じにね。あ、なんで、これちょっと切れたいっすね。これ左側にバルーン飛ばしたら、バルーン、多分、落とせてた気がしますが、まあまあまあ。ここはね、お互い、若干ダメージが入るよと。で、まあ今バルーン飛ばせば多分ロケ防衛でロケットを使わせられるっていうのもあるんですけど、まあ矢使えますかね、おとなしく。まあできるだけスケルトンやコウモリでバレルを抑えて、攻めで穴を打ったりしたいですね。さあまあこっからですね、一旦バルーン飛ばしたらガゴムリ来るなんてことある？やべ、待って待って。え？そんなことある？相手鬼枯渇か。スキアミギャングの鬼枯渇ですね。びっくりですね。ってことは、結構相性悪いですね。結構相性悪いですが、ロケットがないということが分かったので、なんなら勝てるんじゃない説が、もう、がっちり形作って、がっちり、やべえ。形作りまくりゲーミングからの、矢の上、バーンって感じかな。で、コウモリが、ええ感じにね、竹取りとして、これ、矢の目まで打たねえといけないですね。まあまあまあ、ここは、一旦ね、OK。さあ、そして相手が多分攻めてくんのかな。ガゴ群れ用に。おー、待って、めっちゃいい。ガゴ群れ用追加で、これは来るぞ。で、一応、バレル警戒に、スケコウモリを、ちょっとね、気持ち準備して、いや、これバルーン止まらんくね？インフェティが来る。さあ、無駄にいい試合になってしまいました。まあ、ですが、矢の雨があって、相手はスペルがないので、おっきい。焦る必要はないよと。で、こんなんも許容の、負けるくね？ちょっと待って。負けるくね？ちょっと待って。リガハ来たら、ファイブ打ちます。あれ？さてはやばい。耐える。ほい。これ絶対なんか来るよ。ほい、絶対来た。え？待って、やばい。やなめ回る。危ない。来てくれ？待って、なんか来る。ファイル、リーガー来る。うわぁ、来た。危ねえ。やばくね？ 28？ ちょっとね、ちょっとインフィティがね、なかなかトップ難かったっすけど、一回どうなんだろうね。まあ、アングライキングにゴリゴリ行って、まあ、よかった感はね、ありましたね。まあ、インフィに勝てるのは結構でかいですね。しかもガゴムレと、まあ、ギャングとプリントっていう鬼子かつ大型に強いデッキ相手だったんで。まあ、これはいい収穫かなと思います。さあ、相手ホグライダー。もうこれな、サンアードゲットしましたね。サスケとコウモリの良さを生かしていきます。アドが取れるのがいいですね。なので、高回転で攻めれる。しかも、ロケ砲がやっぱ流行ってんすよ。これもね、美味しくいただいて、あ、ミスった。バルーンつけたつもりがスケドラ飛ばした。あ、でもいい。まあいい。これ一応コウモリでも追加して、あ、ミニペプリンロケットグの、ロケ砲版ですね。なので、ここでバルーン飛ばしたらロケ砲しかない。これ、ウッとくる。来なかったら、美味しい。で、サンコスロケ砲来て、これだ、もう一発。オッケー！で、このロケ砲はもう無視していいと。さあ、完璧な序盤ですね。ですが、相手が、ミニペッカがね、多分いると思うんですよ。なので、僕としては、攻めでミニペッカを使われると、結構ね、苦しい展開になるんですが、相手が、ミニペ来ましたね。インドがいるので、でも。
ここはちょっと美味しい一発だけど抑えれて、さあロケオニアナナ使いたいですね。でそれ以外にはまあなんかこうコウモリだったりなんかねええ感じにやりたいですが、さあ耐えて、ここはここは多分落ちる。オッケー、落ちればでかい。でロケオニ速攻やなめ打って、そしたら相手にねこうユニットもっと咲かせられるので、からのちょこの逆サイユードやすね。えワンパンあるよ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 、これうえ何とも言えないね。この微妙なのがきついのと、今スキルを使ったので正直僕はこれを守れません。なのでまあ、無理に守る必要もないですね。無理に守らずに、まあ、こっからねフルのカウンターでねいけたらいいかなと思います。さあこっからですね、もうラバ削りとかラバル組んでヤナム打っちゃえば終わりみたいなとこないかな。ロケもあるので、一応コウモリ警戒。あのロケットちょっと邪魔っすね。あーで、めっちゃいいコウモリだな、あいつそれ。あ、でも、スケドラが、うちのスケドラは火力が違うよ。さあ、ファイボー来たー、ふいーネスー。さあ、ラバル。ラバルスケコウモリ、今回めちゃくちゃいい味出してましたね。スケとコウモリでホグ守って、アド回収からの、まあ、キングバチコーンと。まあ、いう部分で、本当に、スケコウモリ優秀すぎますね。下方がすごいむずいんですよね。なんか普通に使うだけだと別にそんな大きな活躍するってわけじゃないんですけど、なんかね、こう、スケコウモリ、プラス何かみたいなね。スケコウモリが暴れまくっております。最後で、アイスピ、あー、クロスかな？クロスか26。クロスか26ですけど、26予想します。けど、クロスであってくれた方が僕としては嬉しいですね。オッケー、ここはもう組んで、てか、アーチャーに対して、矢舐めがあるんですよ。そう。で、まあ、ここはもうゴリって一本折っちゃいたいが、さてはやばい。さては、これ、やばいですね。バルーンつけても先行させされるので、バルーン一回つけれないでしょ。これ矢舐め速攻壊して、オッケー。で、ルート強制して、一応、コウモリでルート強制も。あ、待って、やべえ、ほんとになんで、ラバ、待って、ほんとに違う、やべえ。わ、それだけは違う。うわー、待って、これ最悪だ。めっちゃなえる。わ、マジか。今、ほんとに、バルーン、ラバがせー。バルーンが先行した。いや、めっちゃもったいないですね。今、ワンパンできてましたね、ほんとに。なので、せっかくコウモリでルート強制まで入れたのに、マジで今のもったいなくなったんですけど、まあ、こっから、まあ、勝つとしたら左の3500を守るか金庫落とすかなんですけど、まあ、ラバ展開したら、端前クロス来て、それをインドで壊して、はい、壊して、わ、わけえな、相手反応が。わけえぞ。スヤも打って、オッケー。残る、で、これにバルーンをつけたいんですけども、やっぱコストがね、ないんすよね。ちょっと相手が上手いですよ。え、待って、めっちゃむずい。からの、これにファイブを使わせてバルーンを通す。さあ。おー、クロス誘導。クロス誘導はやばいっすね。ちょっと上手いな。ですが、まだ時間はあるので、僕としては左サイドどうしても落としたいですね。これなんもう全無視ですね。全無視からの、バルーンつけてヤナム打つだけなんですが、それが非常に大変。やばい、待って。テスラがね、壊したい。テスラを壊して、からの追加で、いや、ワンチャルぞ。マジでワンチャルよ。マジでワンチャルよ。で、相手はファイブをタワーに打ちたいんですよ、攻めの。でもタワーに打つと、止まんない？いや、普通に止まる？待って、やばい。おい。お前、それはダメでしょ。全然通んないじゃん。これ、あれっすね、しょっぱな、マジでワンパンタイムだったのに、ワンパンミスりましたね。あれ、もう、0.5 秒、1秒くらいね、待ってれば、ラバーの後ろにバルーンついてて、バルーン無双でワンパンしてたんで、そうなったらまた話が違ったよーって感じで、一回ミスったっすね。いや、マジでミスった。あれがなければ余裕で生きてた説はね、ありますね、と。めったとこで最後ちょっともったいなかったですけど、
まあこういうトラブルもあるんでね、なんか自分のデッキちょっと重たいなとか思った方はぜひね、こうスケとかコウモリとか入れて高回転にしても面白いんじゃないでしょうかと、といったところで、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価の方もお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。